どうも、河野です。ちょっとなんかツンツンですね。さっきちょっと髪切り行ってきたんでですね、ちょっと変になんかツンツンになってますけど。ですね、今日ちょっと靴をちょっとボロボロになってきたんでですね、ちょっと新しくおろそうかなと思って、おろしついでにご紹介です。よいしょ。これですね、ディアドラっていう、メーカーなんですけども、これはテニスのウェアで有名なんですかね。サイトをディアドラで調べるとですね、テニスウェア、テニスシューズっていう形でこうサイトの方には載ってるんですけど、それのですね、安全靴なんです。セーフティーシューズ。工場とかですね、配送センターなんかで、物流センターですか、なんかでこうお勤めの方、経験がある方はお分かりいただけると思うんですが、荷物を持ってまして、で、まあ、なんかの拍子に落としました。つま先にガーン、開いたっていうことがない、手術になるんですけども、ですね、ここ、つま先にですね、まあ、物にもよるんですけど、これは樹脂のカバーがついてます。この中に、この靴の中にですね、カバーが入ってます。だから叩いても押してもへこみません。へこみません。ここグッと押しても叩いてもへこまないんですね。で、物によってはですね、ここ中に鉄板が入ってます。で、まあ、樹脂製はですね、まあ、あんまりこう重いもの、圧力の高い状態にするとですね、割れちゃうっていうのが、難点は難点なんですね。で、これ、カタログ値では、ここ、つま先1トンまで大丈夫ですということなんですけど、まあ、あんまり当てにならないです。なんせ、その実験の仕方がどういう実験なのかがちょっと分かんないですけど、1キロ、1トンをぐーっとじわーっと力入れて壊れる、重さが1トンなのか、ガーンと落として瞬間的に1トンの力がドーンとかかって壊れる、状態なのかっていうのがわからないんで、まあ、そうですね、1トン、まあ、話半分として500キロぐらい、500キロも厳しいかな。 まあ、その事故の状況によりますけど、まあ、普通のシューズに比べて安全ですというものです。で、このシューズ知ったのはですね、父親がですね、まだ JAF に入ってた頃に、JAF の、会員の方には小冊子が月に1回送っていくんですよ。で、それに最後ら辺のページはちょっと通販ページみたいになってまして、でそこに、今 GT 選手権なんかでこう活躍してるチーム、ティア、R、ん ?ARTA、元 F1 選手の F1 ドライバー、パイロットの鈴木アグリ監督率いる、オートバックスさんが後ろにいるんですね。バックボーンにいるチームスタッフ、メカニックスタッフが、まあ、このディアドラの、セーフティシューズ履いてやってますっていうので、ああこういうのあるんだ。で、パッと見かっこよかったからですね、スニーカータイプで、あ、じゃあこれちょっと探してみようっていうことで、もう何年になるかな、もう3、4年購入しては履き潰しっていう形で、特に仕事でよく履いてましたね。で、まあ、これは普段履き用のスニーカーとして買ったんですけども、で、このセーフティシューズ、悪い目、何かにこうきつまずく時ありますよね。コーンって当たって自らつまずいていくと、あの時ですね、人によるかと思うんですけど、私の場合ちょっと足がですね、
薄っぺらいので、薄っぺらい足してるので、ちょっと靴の中で遊ぶんですね。まあ、紐はしっかり締めてて、動かないようにはしてるんですけど、カーンって行った時に、つま先がこう、やっぱ鉄とかプラスチックの硬いカバーされてるんで、ガーンとつま先当たっちゃうんですよ。その時に、あいたーっていうぐらいで、まあ、あとは、まあ、そういうことがなければですね、すごく安全な靴だと思います。ただもう、つま先だけを守る、つま先の指を守るっていう意味で、安全な靴ですね。もしちょっとおしゃれな靴とかですね、安全靴でこう探してる方、ぜひこういうのいかがでしょうか。こういうの結構おしゃれでいいですよ。で、他にも76とかですね、まあ、いろんな今セーフティーシューズもかなりスニーカー、パッと見スニーカーで、パッと見そのおしゃれな革靴でっていうのがあるので、もしよろしければ、探してみてはいかがでしょうか。てなわけで、ではまた。安全靴と普通の靴、比較していきましょう。まず、安全靴です。安全靴はつま先、ここですね、ここが、物が落ちてきたとき、まあ落ちてきたとしましょう。まあ上からぐっと力が入ります。ぐっと力が入ります。へこみません。へこみません。よいしょ。よいしょ。へこみません。これが一般の靴。一般のスニーカーとか靴ですね。これ私普段、よいしょ。普段私が履いてる靴です。まあ、ほとんど、まあ、安全靴ばっかりなんですけど、もうこれだけですね、今残ってる普通の靴は。この普通の靴はですね、押すとへこむんです、つま先が。これ。安全靴と普通の靴の違いはここなんですね。安全靴の場合は、安全靴の場合は押してもへこまない。へこまない。へこまない。叩いても大丈夫と。普通の靴の場合は叩いたらへこみますと。こういう違いです。ちょっとへこましすぎと、へこましすぎと。よいしょ。こういう違いがあります。このシューズ知ったのはですね、父親がですね、まだ JAF に入ってた頃に、JAF の、会員の方には小冊子が月に1回送ってくるんですよ。でそれに、最後ら辺のページはちょっと通販ページみたいになってまして、でそこに今 GT 選手権なんかでこう活躍してるチーム、ARTA、元 F1 選手の F1 ドライバー、パイロットの鈴木アグリ監督率いる、オートバックスさんが後ろにいるんですね、バックボーンにいる。チームスタッフ、メカニックスタッフが、まあ、この、ディアドラの、セーフティーシューズ履いてやってますっていうので、ああこういうのあるんだ。でパッと見かっこよかったからですね、スニーカータイプで、あじゃあこれちょっと探してみようっていうことで、もう何年になるかな、もう3、4年購入しては履き潰しっていう形で、特に仕事でよく履いてましたね。で、まあ、これは普段履き用のスニーカーとして買ったんですけども、で、このセーフティシューズ、悪い目、何かにこう、きつまずくときありますよね。コーンって当たって、自らつまずいていくとき。あのときですね、
人によるかと思うんですけど、私の場合ちょっと足がですね、薄っぺらい足してるので、ちょっと靴の中で遊ぶんですね。まあ、紐はしっかり締めてて動かないようにはしてるんですけど、カーンって行った時に つま先がこうやっぱり鉄とかプラスチックの硬いカバーされてるんで、ガーンとつま先当たっちゃうんですよ。その時に「あいた!」っていうぐらいで、まあ、あとはまあそういうことがなければですね、すごく安全な靴だと思います。ただもうつま先だけを守る、つま先の指を守るっていう意味で、安全な靴ですね。もしちょっとおしゃれな靴とかですね、安全靴でこう探してる方、ぜひこういうのいかがでしょうか。こういうの結構おしゃれでいいですよ。で、他にも76とかですね、まあ、いろんな今セーフティーシューズもかなりスニーカー、パッと見スニーカーで、パッと見そのおしゃれな革靴でっていうのがあるので、もしよろしければ、探してみてはいかがでしょうか。てなわけで、ではまた。